期待と懸念、平野耀主演、黒詐欺に込められた新たな挑戦。10月からスタートする TBS 系列のドラマ、黒詐欺が話題となっています。キング・リンチェのメンバーである平野耀が主演し共演には注目の若手女優黒島ケツナが抜擢されましたたしかし、公式の発表によれば、物語は単なるリメイクではなく、 平野演じる主人公黒崎と黒島演じる吉川つららの間に生まれる切ないラブストーリーも描かれるとのことです。この発表に対し、ネット上では賛否両論が渦巻いており、特にファンの間で様々な意見が寄せられています。ドラマのキャストと設定。まずはじめに、このドラマについて詳しく見ていきましょう。 平野紫仕様は主人公黒崎を演じ、彼と深い関係になるヒロインとして黒島ケツナが出演します。彼女は、賢治志望の大学生吉川つららを演じることになります。物語は、彼らの出会いから始まり、様々な葛藤に直面する様子が描かれるとのことです。 黒詐欺は人気漫画が原作であり2006年には山下智久主演ですでにドラマ化されています。しかし今回の発表によれば平野版は以前のリメイクとは異なり黒崎、平野、とつらら、黒島の間に生まれていく切ないラブストーリーが物語の要素として加わることになります。ファンの反応と懸念。 この発表に対してネット上では賛否が分かれています。特に黒詐欺がもとラブ要素のない作品であったことから恋愛要素ありという発表に対して疑問の声が相次いでいます。ファンからは黒詐欺にラブ要素とかいらないんだけどキスシーンあったらマジで無理。そんな作品じゃないのに恋愛ドラマにするの意味わからんといった非難の声が上がっています。 原作ファンたちは作品の特徴であるサスペンスや推理要素が損なわれるのではないかと心配しているようです。また、ジャニーズファンの中には平野と黒島の共通点に注目する声もあります。両者は同じ25歳であり、過去のインタビューでキャンプや動物好きであることを公言しています。 さらに、学生時代にはバドミントン部に所属していたという共通点もあります。これらの共通点から、ファンたちは二人がリアルでも急接近するのではないかと危惧しているようです。ドラマの期待と懸念、平野版、黒詐欺の詳細な内容はまだ不明ですが、もし劇中でキスシーンなどがあれば、ファンの反応が一気に荒れることは避けられないでしょう。 ラブストーリーの追加がどれほど物語にマッチするかは不透明であり、ファンたちの期待と懸念が入り混じった形で今後の展開が注目されています。クロサギの新ドラマは既存のリメイクとは一線を隠す要素を、加え平野耀と黒島結菜の共演が期待されています。しかし、その一方でファンの中には恋愛要素の追加に対する懸念が根強くあります。 物語がどのように進展し、ファンの期待に応えることができるのか、10月の放送開始を待ち望むばかりです。